流れ星に見えるこちらの光、実は国際宇宙ステーションなんです。11日の午前3時に千葉県で撮影されたものです。ここに大西卓也宇宙飛行士がいるんです。3, 2, 1 7月7日、大西卓也宇宙飛行士が国際宇宙ステーションに向け出発。9日には国際宇宙ステーションとのドッキングが成功しました。大西飛行士はおよそ4ヶ月間国際宇宙ステーションに滞在します。出発前に大西飛行士が長谷文部科学大臣を訪れた際、長谷大臣は次のように話していました。藤井さんからですね、駅伝と一緒ですけども、いいバトンタッチを、たすきを引き継いで任務をしっかりと果たしてきていただきたいという、このことをむしろお願いしたいと思いますし、我々の文科省を、挙げてしっかりと応援しておりますので、もう一つは2024年までだったっけ、日本としては延長するということで、アメリカともこう合意しておりますので、そういった意味での期待は大きいので、アメリカチームとも連携して取り組んでいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。延長が決まったとは、 ISS 国際宇宙ステーションの運用期間を4年延長して2024年までとし、日本も引き続き計画に参加することが昨年決まったということ。大西飛行士も2024年まで の、 宇宙ステーションの運用延長が決まりましたけれども、その後日本人宇宙飛行士として初めて長期滞在に行きますので、その運用延長に見合うだけの成果を、出してこれたらなと思っております。このように国際宇宙ステーションの運用延長に関して重みを感じていました。日本が ISS 計画に参加する意義、そして今回の大西飛行士に期待することとは。宇宙開発を担当する田中正明研究開発局長にお聞きします。10月30日頃までの約4ヶ月間宇宙ステーション ISS に滞在をして、さまざまな日本の実験と希望を利用した宇宙実験を行うほか、 ISS がきちんと機能を果たせるようなメンテナンスと、そういった方とに実施、携わります。でその上で我々が期待しておりますのは、その宇宙実験と日本の希望の中で行える実験ということになりますけれども、一つは例えばライフサイエンスの分野、この中では日本の実験棟の中でマウスを、小型の動物としてのマウスを長期に飼育する実験を行ったりしますし、また新薬の開発に役立つような非常に高品質なタンパク質の結晶の成長実験、こういったものも行います。さらには東京大学や筑波大学が開発したり、あるいは中小企業、さらにはアジア諸国が共同で開発したような超小型衛星の放出と、そういったものを宇宙ステーションから行う、そういったことも実施する予定であります。また大西宇宙飛行士が滞在中に我が国のコウノトリですね、輸送する担うコウノトリが6号機が宇宙ステーションに到着すると思っておりますので、そのドッキングをサポートすることも行うと思いますし、さらにはですね、ISS のバッテリー交換といったことを場合によっては船外活動で行うということも可能性はあると考えておりますので、そういったことを期待しております。いずれにしましても大西飛行士、これから宇宙で活躍してもらえると思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。 ISS はもともと日本だけではなくて、アメリカ、ロシア、欧州、カナダと、そういった5局、それから15カ国によってですね、実施されている平和目的の国際協力の大型プロジェクトということで、これまで極めて成功裏に実施されてきたものであります。で、この ISS 計画に日本が参加する意義は5つあると思っております。第一に人類の活動領域、あるいは知的資産の拡大という面。それから第二に、国際プレゼンスの発揮。それから第三に、科学的知見、あるいは成果の獲得。
第4に科学イノベーション産業の促進、それから第5に青少年の育成ということです。まあ、これらのいずれの分野においてもすでに日本は多くの成果を上げてきていると思いますので、ますますこの成果を我々としては発揮していきたいと思っています。ISS の運用においてはですね、日本はまず自分たちの持っている実験と希望の運用というのを行っています。さらにはコウノトリによってですね、ISS に物資を補給する、この大きな2つの役割を担っていると思っております。で、ISS 全体の例えば電力を支えるバッテリーについては、今回日本製のバッテリーが採用されましたので、日本の持っているさまざまな技術、これが ISS にも役に立っていくだろうというふうに思っています。まあ、昨年12月に ISS の運用を2020年から2024年まで延長しましょうということに対して、日本政府としてこれを決定いたしました。まあ、この際日本とアメリカの間でですね、さまざまな協議をいたしまして、新たな日米協力の枠組みというものも設定をいたしました。その中では ISS の新たな利用形態を実現するとか、あるいは ISS によるアジア諸国との連携強化に送る資する活動も強化していこうということが謳われております。従いまして、我々としてはその日本の実験と希望をですね、さまざまな形で利用させていく、あるいはアジア諸国にも利用してもらう、そういったことも行われることになると思いますし、またこの運用に延長に合わせて、日本としては今のコウノトリをさらに改良発展させた新しい形でのコウノトリ、HTVX と我々呼んでいますが、それの開発にも新たに取り組んでいきたいと思っています。月、火星、金星、小惑星といった多くの地球圏外のですね、星々に対する宇宙探査ということに対しては、世界の多くの人たちが実は興味を持っていると思います。現在の宇宙開発は非常に規模が大きくなりましたし、非常に幅広い技術をですね、結集しないと実現できないということになりましたので、そういう意味では国際協力を幅広くやることによって実現していくということが不可欠な要素になってまいりました。将来の宇宙開発に関心を持つ各国の閣僚級が集まって宇宙探査について議論する会議、これが宇宙探査フォーラムでして、第1回が2014年の1月に米国のワシントン DC で開催をされました。日本は2017年後半に第2回の国際宇宙探査フォーラムを議長国として主催することになっています。今後の国際的な宇宙探査のですね、将来構想といったものをですね、みんなで描いていくと、そのために日本としてリーダーシップを取って、文科省だけではなくてですね、内閣や外務省などの関係省、府省や、あるいは JAXA と協力をしてですね、その宇宙探査フォーラムを成功させるために政府全体で現在議論を進めている、そういうところです。大西宇宙飛行士の活躍にご注目ください。